アルペンスキーの板スキー板とは、雪の上を滑走するために足元に履く細長い板。通常2本一組を1台として、ブーツに、ビンディングで装着し使用する。もともとは、雪の多い地方の交通手段であったが、現在では主に、スキースポーツとして、競技やレクリエーションに用いられる。また、スノーモービルのソーダを行う前輪の代わりとしても、使用されている。 19世紀に固定型のスキージメグとくびれ型のスキー板が作り出され、現代のスキー板の原型が誕生した。1890年代には金属製のビンディングが作られた。当初はスキー板は一枚の木の板であったが、1930年代には合板のスキー板が開発され、金属のエッジも取り付けられた。さらに1940年代には、 金属の板で木の板を挟んだメタルスキーが1950年代にはグラススキーと呼ばれる木の芯にグラスファイバーを巻き付けたものや合成樹脂製のスキー板が開発される。その後芯が中空のスキー板や芯にプラスチックやメタルを用いたものなど様々なものが開発された。現在では芯は木を用いたものが多くグラスファイバーやケブラー。 メタルなどの素材を組み合わせて作成されている。2000年代に入って新たに、ビンリングと一体構造のスキー板なども数多く、開発されている。以前、日本では、竹で、スキーが作られたこともある。サンドイッチ構造の断面1、トップシート2、ラミネート上層3、新材4エッジ5、ソール6、サイドウォール7、ラミネート仮想キャップ構造とサンドイッチ構造の、 平洋スキー板は、芯材、ソール、エッジ、トップシート、サイドオールなどから構成される。芯材は、スキー板の持つべき合成や弾性を実現する、中心的な素材である。伝統的には、木材が用いられてきたが、近年は、発泡樹脂も用いられており、また、ケブラー、ガラス繊維、炭素繊維、ボロン繊維、ポリエチレン繊維などの化学繊維やチタン合金や、 マグネシウム合金のような金属により強化することで天然素材そのままでは実現できない力学的特性を実現しているソールはスキー板が雪面と接する部分である現在のスキー板では高密度ポリエチレンが用いられている特に上級モデルや競技モデルのスキー板のソールは消結ポリエチレンを用いることで滑走時に塗布するワックスが よりよく吸収されるようになっており、雪面に対する摩擦係数の低下による滑走性の向上を図っている。また、競技モデルを中心として、グラファイト粉末を混入して、静電気の発生の低減を図ったものも用いられている。エッジはアルペンスキーにおけるターンの実現に欠かせない部品である。硬い金属。 一般には鋼を素材とする細長い形状のもので、ソールに沿って、スキー板の左右に、板の先端から後端まで配置される。現在はチップからテールまで、一続きとなったエッジがほとんどだが、板の柔軟性を優先するために、数センチメートルごとに、切れ目の入ったクラックドエッジも一部で用いられている。エッジは90度、ないし、それより、やや鋭角に尖れているのが、 一般的であり、ターン時に雪面、時にはアイスバーンを削ってターン中の足場を確保する。トップシートとサイドウォールは、スキー板の上面や側面を保護するための部材である。近年は、その形状や材質を工夫することで、スキー板の性能向上につなげている場合が多い。また、スキー板の内部構造は、もともとは、ソール、新材、 トップシートを重ねて貼り合わせて側面にサイドウォールを接着したサンドイッチ構造のものが多かった。近年はトップシートとサイドウォールの一体化することでねじれに強いボックス構造、あるいはキャップ構造を採用する板も多い。スキー板前部にキャップ構造、スキー板後部にサンドイッチ構造を使用するなど、両方の構造を併用した板もある。 ビンディングと一体構造のスキー板は、ビンディングの一部分のみが、板と結合され、かかとあるいはつま先の部分が稼働することなどによって、板のセンター部をたわませることができるようになっている。その他、トップシートの上に振動吸収を目的とした、小さな部材を取り付けた板も存在する。形状の異なる4タイプのスキー。左から1、くびれのないスキー。 クロスカントリー、テレマーク、旧式アルペン2、カービングスキー3、ツインチップスキー4、ファットスキースキー板の基本性能を決定する。形状的特徴には、長さ、幅、くびれ、反りの4つがあり、用途により、板の形状は様々である。例えばモーグル競技のスキー板は、コブを滑るためにやや細身で、緩いサイドカーブを持つ。 整地されていない雪山などのバックカントリーでは、新切で沈まないように幅を広くした、ファットスキーが使われる。ソールの表面積は、スキー板の長さ太さによって定まるが、それが、スキー板の浮力、すなわち、雪への沈みにくさの一つの指標となる。クロスカントリースキーの板は効力を減らすために細く、しかし必要な浮力が得られる要素の分長くなっている。 アルペンスキーの板はそれよりも太く短い傾向にある。アルペンスキーでは1980年代まで2メートル前後のものが一般的であった。1990年代のカービングスキーの登場とその一般化という技術革新の下、扱いやすい150センチメートルから180センチメートル程度が一般的となり2メートルを超える長さの板は 高速系競技と一部のファットスキーでのみ見かけるという状況になった。また、1 0 0トルから1 3 0トル程度のショートスキーや7 0トル程度のファンスキー、またはスキーボードと呼ばれるものもあり、これらは滑走特性の違いから独自のジャンルとして位置づけられている。スキー板の前端は雪を突き進む際に潜らないよう通常は上。 反り返っている。チップはスキーの歴史において長らく尖ったものだったが、太いスキー板の導入によってより丸みのある形に変化した。後端はかつてまっすぐに切られた形をしており、また多くは今でもそうである。フリースタイルスキーでは後方に滑走することが多く、ツインチップのデザインが一般的となっている。ツインチップスキーとはチップとテールが 両方とも上に反り返っている形状のスキー板で、反ったテールにより、後方に滑ることやジャンプした後に後ろ向きに着地することが容易になる。従来からのスキー板は、単体でソールを下にして、水平面に置くと、チップとテールそれぞれの付近で水平面に接し、中央部分が浮いた弓なり状となっていて、この形状をキャンバーと呼んでいる。 キャンバー形状のスキー板は履いてから平らな雪面に立つことでソール全体が雪面に接し安定した自家格好を可能にしているスキー板のチップは上に持ち上がっていて滑走時に雪面に刺さりにくい形状になっているテールはほとんど平らとなっている板が多い近年最初から反り返った形状となったロッカーと呼ばれる スキー板も登場し、次の区分で故障されている。ロッカースキーは、観光牌の冷やし説面で、チップが、接中に潜り込むのを防ぐため、チップの反り上がりに加え、さらにチップから30から40センチメートル程度を、起点として先端部が、緩やかに持ち上げられている。蒸気ツインチップ形状と組み合わせた場合には、テール30センチメートル程度も、緩やかに持ち上がっている。 その場合、エッジ有効長は、通常のスキー板の6から7割程度しかない。2015年頃より、各社とも製品を拡充し始めた。ロッカーの長所として、スキー板への荷重によらずに弧を描いていることから、ターンしやすく、特に山岳スキーや、バックカントリースキーのエッジが効きにくい新設、見行き斜面においてターンしやすいことが挙げられる。 スキー板のソールは長期間の使用による、経年変化や摩耗等で断面が、コンベックスやコンケーブとなってしまうことがある。一般的に、コンベックスだとソールの膨らみがエッジを阻害して、エッジの利きや引っかかりが悪くなり、ターンが外側に膨らむ傾向となって、必要な小回りターン半径を得るのに、多大な力が必要となったり、あるいは思うようなターンコが描けなくなったりする。 一方で、コンケーブだと極端にエッジが効いてしまうことがあり、エッジの引っかかりが強すぎて、スキッディングターンが難しくなったり、時に、転倒の危険性が高くなったりする。そのためソールはフラットであることが望ましい。コンベックスやコンケーブとなってしまったソールは、エッジの研磨等を含めたチューンナップによってフラットに、する。方法としては、数種類のサンドペーパーを使った。 ベルトサンダーを用いたサンディングと、サンディングを行った後にさらに砥石で平滑に仕上げる、フィニッシュストーン仕上げとがある。それらのスキー板ソウルチューンナップは、アルペン競技用、技術選手権用、一般用など、その目的に応じた種類を選んで行われている。カービングスキーの板。くびれた形をしている。アルペンスキーの板は、 ターン技術を用いた滑走に適した形状をしており、アルペン競技から、でも、一般用まで、標準的に使用される。板のチップと、テールが太く、ビンディングを介して、ブーツと繋がるセンターが細くくびれた形状となっている。滑走時に、スキーヤーが、スキー板を傾けて、板の上から荷重をかけることでスキー板はたわみ、エッジが、 雪面に食い込んで足場を作ることでスキー板全体は雪面に対してこう描いて接することとなりその結果スキーヤーはターンすることができる1980年代までアルペンスキーはほぼ直線的な形状を持ち2メートルにも及ぶ長さのスキー板が使用されていたが1990年代初期に側面がこう描くカービングスキーが登場しスキー技術にも 大きな影響を及ぼした。クロスカントリースキーは非常に軽く細身で直線的なスキー板。テレマークスキーと同様にブーツの先端のみが固定され歩行を容易にしている。スキージャンプのために作られたスキー板。空中で揚力を得てより遠くまで飛ぶために長く幅が広い。ブーツの先端のみが固定されるビンディングを持つ。テレマークスキーとは ブーツの先端のみが固定されたスキー板。滑走と歩行の両方を目的とする。最も初期のスキー板でもある。一枚の板に両足を乗せて滑る。通常の2本分の幅を持つスキー板。板の中央部に、板の長手方向に平行に両足がセットされる。主に新設などを滑るためのスキー板。障害者スポーツとして歌詞に、障害のある競技者が使用。 子供用の玩具として発売されているプラスチック製の短いスキー板。専用のスキー靴は必要なく長靴にベルトを結びつける作りとなっている。リフトに乗ることが禁止のピステもある。ありがとうございます。